はい、こんにちは。ブルーホースです。今、自分の名前を名乗る前にハーバード心理学ですって言いそうになっちゃった。誰が心理学やってね。まあ、心理学29日目やっていき、心理学29日目やっていきましょう。ということで、今日はですね、自分に優しくするというのが大きなテーマになってきます。はい。で、これはですね、セルフコンパッションっていうお話なんですけれども、例えば習慣化のお話なんかっていうのを年末にかけてね、何本だったかな ?20 本か30本くらいずっと上げてきたんですけれども、詳しい話に関してはパート4つくらいに分けたりしてますんで、そっちの動画をぜひですね、見てください。で、日本人って、皆さんも、今動画見てる皆さんもそうだと思うんですけど、何かと自分に厳しくしてしまったりとか、例えば友達と会う時間とか、ちょっとした自分に対して立てた約束っていうのを守ることができないと、まあ、ダメなやつだっていう風にもう落ち込んでしまうっていうのが結構気まじめなところあったりすると思うんですよね。で、毎日もう皆さん仕事とか学校のこととか人間関係のこととか生活のことやお金のこととかでいろいろなこと悩み抱えながらも精一杯生きてる。だからこそこう周りにやや言われる時代になってきてますけど、自分にくらい優しくしてあげることが大事ですよっていう、今日はそういうお話をしていきます。ね、で、まずですね、困難の対処法というところなんですが、心理学者のですね、マーク・アール・レアリーという方が、困難な時期においては、自己信頼感、自分で自分のことを信じるっていうことよりも、自分に対しての思いやりを持つことが大事なんですよっていうことを主張してるんですね。で、自分に対する思いやりって何なのよっていう話なんですけど、辛い思い、ね、今しんどいとか、仕事が立て込んで毎日深夜まで残業してるとか、試験勉強をやってて、もう徹夜明けでもうずっと勉強してるとかっていうね、辛い思いをしていると、で感情をそのまま受けようと、しんどい時はしんどいし、辛い時は辛いし、悲しい時は悲しい、ムカつく時はムカつくしっていう、でも困難に直面することはもう仕方ないと、もうこれは人生生きてて、もうこの先何回も何回も、起こることなんやっていう風に仕方ないなって思うことだっていうことなんですね。で、自分に対してだからこそ休憩をしっかりとったりとか、こんな困難なことに直面している自分ってすごいなっていう風に優しくする気持ちを持つことが大事ですよっていうことなんですね。例えばこんな出来事が起こってもですよね。何してんねん。ほい。試験でとんでもない点数を取ってしまったとか、仕事で失敗して本来制約をもらえるはずだった先から失注してしまったとか、もうイラをぶつけてはいけない、大切な人にぶつけてしまったっていうふうに、どんなことが起こったとしても、確かにその相手に対して被害を多少与えてるかもしれないんですけど、もうそれは仕方のないことだと、もうたまたまちょっと運が悪かった、場合が悪かったと、状況が悪かったっていうふうに、もう優しくすることが大事なんですね。で、レアリーさんが言ってるのは、社会を豊かにするために、もういろいろ今ね、Amazon とか楽天とかで注文したら、買い物に出かけなくてもいろんなものが手に入るような、そのくらい家でも生活できるような豊かになってきた時代に自信を育ててきたんですけど、結局人間が生きていくためには理性の方が大事になってくるんで、自分に優しくしようとする気持ちを持っている人の方が豊かだっていうことを言ってるんですね。で、これが、チベットの伝統的な考え方としてこんなものがあったりするんですよ。自己愛と他者愛への違いはないと。で、自分には厳しいのに他人にも優しい、まあ、逆もしかりですね、自分に優しいのに他人に厳しいっていうこんな考え方っていうのはないんですよね。だから自分に厳しいっていうのは実は利己主義、自分勝手が行き過ぎた結果なんですよね。だから自分に厳しすぎたり、もう俺ってダメなやつだっていうふうに自己嫌悪が激しい人に関しては、他人に対する思いやりの心っていうのも乏しいっていうふうに言えるんですね。要は人にもその厳しさを求めたりとか、案外人のこと嫌っているっていうことが言えたりするんですよ。だからつまり、自分に優しくできる人は他人にも優しいし、他人に優しい人は自分にも優しいっていうイコールの関係性が成り立つっていうことなんですよ。うん。だから、ね、なんかちょっとうざいなって思うやつは、逆に自分もうざい存在だったりするっていうことなんですよね。はい。で、自分を、じゃあ愛する方法を知ろうって、これが今日のね、大枠になってくるんですけど、今から見せる文章っていうのを完成させて、自分に優しくする心っていうのを養っていきましょうっていうのが今日のワークになります。ね、こんな感じですね。自分をあと 5% 愛したら、私はどうなるか。で、自尊心を
高めるために、いや自分自身のプライドを高めていくためにはどうするか、それから自分に対してあと 5% 優しくするためにはどうするか、そして周りの人にあと 5% 優しくするためにはどうするか、ね、思いつくままっていうのを文章を書いてみてください、ね、例えば自分をあと 5% 愛したら、私は自分の性格も見た目にも自信を持つことができるとか、自尊心を高めるためには1日1個の小さな約束を作ってそれを守ってみると、誰々との約束の時間を守るとかですね、それから自分に対してあと 5% 優しくするためには些細なことでも何かできたら自分を褒める、例えば靴ひも超綺麗に結べた、すげえな俺みたいなね、それから周りの人にあと 5% 優しくするためには家族や友人知り合いに一人一人を一日一つ何かしらいいところを伝えるとかですね、〇〇ちゃんって本当に優しいよねとか、〇〇ちゃんがいつも気にかけて声かけてくれるのがすごく助かるんだっていう風にいいことをしてくれているとか、いいところっていうのを素直に褒める伝えるっていうことをやってみるとかってことです。でこういった書き終わったら文章っていうのをぜひ見返してみてください。で感じることを書いた文章の下に続けて書いてみると。で、何かっていうと、感じることを書いたっていうと、例えばじゃあ周りのね、人にあと優しく 5% してみます。で、一個いいことを伝えてみるっていうことを書いたら、それを書いて自分はどう感じるのかなっていうことをつら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 って書いていくっていうことですね。はい。こんなことを書けた自分を実際どう思うのかなっていうことを書いていくということです。で、実際にワークをやってみてどうかっていうと、まあね、皆さんにですね、僕ね、普段ね、偉そうにね、いや、筋トレしてとか、もう今日はもう胸をこう追い込んだから、もう、めっちゃ痛いんですわとかって言ってるんですけど、実はですね、お腹周りのですね、皮下脂肪っていうのが全然僕は取れてないんで、残念ながら、シックスパックとか、ほど遠いお腹なんですよ。お腹だけ見たらもうデブじゃんみたいなお腹なんですよね。で自分のお腹が見にくいなと思ってヒゲする日々なんですよ。でも、シックスパックを目指すためのモチベーションを、実はこのお腹が作ってくれてるんだ。だから自分の見にくいお腹があるおかげでもっともっとトレーニング励まなくちゃなっていうふうに思うことができたっていうことなんですよ。で、努力して結果が出ないことよりも努力していること自体を自分を褒めてあげたら、もう頑張ってるんやなっていう気持ちが高まってきたんですよね。だから結果が求められるのは仕事とか学校の試験くらいで、皆さん自身のプライベートを過ごす人生においては頑張った結果よりも頑張ってること自体の方が大事なんですよ。毎日筋トレ頑張ってるこのことが大事、毎日何か一個新しい勉強を頑張ってるこのことが大事、毎日一生懸命料理を覚えて家族に振る舞っているこのことが大事、それから会社自体はもう出勤していること自体が大事なんですよ、はい、だからあなたが自分自身に優しくすることができたらどんな気分や気持ちを味わうことができるでしょうかと。で、ぜひこういったワークにですね取り組んでみて、自尊心高めてセルフコンパッションっていうのを高めてみていただけたらと思います。はい、ということでですね、最後に皆さんに自分に優しく、そしてブルーホースにも優しく、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。